こんにちは、ゼリー編集部です。最近マスクをすることが増えて、リップなどせっかくメイクしてもなかなか見えないですよね。そんな時はネイルを凝ってみるのもおすすめです。最近ではネイルシールもたくさん発売しているんですよ。お店でやってもらったようなネイルが簡単にできて、オンライン映えも間違いなし。今日はインココというネイルシートを実際に貼ってみようと思います。今日はこのシティライトというカラーを貼っていきたいと思います。中身は、8サイズが2シート入ったネイルシート。説明書と、その中にこちらのヤスリが入っています。こんな感じです。まずは爪の油分や汚れを取っていきます。次に爪に合うシートを選んでいきます。まずは小指から貼っていきたいと思います。1枚ずつ剥がしたら、クリアシートを剥がし、その下にある銀紙も剥がしていきます。こんな感じです。銀紙を剥がし、皮膚につかないように爪の根元から貼っていきます。この時に根元の方から押さえていき、空気が入らないようにちょっとずつ押さえていきましょう。余ったシートは爪に合わせて指先でカットするか、付属のヤスリを使ってカットしていきます。シートが結構柔らかいので、地爪の長い方はこうやってこう爪 に合わせて折り込んで引っ張っても綺麗にカットできる感じがします。ここではヤスリを使ってカットしていきます。小指はこんな感じで完成しました。5分くらいで10本も簡単に貼れました。ツヤツヤ、ラメがレトロで可愛いですね。私は爪を伸ばすのが苦手なので、なかなかネイルアレンジを普段楽しめないのですが、ネイルシートなら自分の爪の長さに合わせて貼れるのでとってもいいですね。インココのネイルシートはデザインも豊富なので、指によって違うデザインを貼ったりして自分だけのアレンジを楽しむのもいいかもです。なかったシートは最初に入っていた袋に入れて、空気が入らないように折って、テープで留めたりなどして保存しておけば、また好きな時にネイルアレンジを楽しむことができます。インココのネイルシートはマニキュアの成分でできているので、オフするときは除光液を使ってオフしてくださいね。気になった方はインココのサイトをぜひチェックしてみてください。以上、ゼリー編集部のおすすめアイテム紹介でした。バイバーイ。